ヘラクレスト幼いテーレポス。ルーブル美術館所蔵。テーレポスは、ギリシア神話の人物であり、小アジアのミューシアの王である。長部員を省略して、テレポスとも表記される。ヘラクレストアルカディア地方のテゲア王、アレオスの娘アウゲイの子。トロヤ王ラオメドーンの娘、アスティオ系を妻とし、エウリュピュロスを設けた。 あるいはミューシアの王テウトラースの娘、アルギオペー、プリアモスの娘、ラーオディケイを妻にしたとも、またヒエラーという妻がおり、彼女との間にタルコーンとテュレーノスを設けたとも言われる。テーレポスは幼い頃に捨てられたが、後に母と再会しミューシアの王となった。トロイア戦争においては、ギリシア軍がトロイアと間違えて、ミューシアを攻撃した際にこれと戦ったが、 その後両者は和解し、ギリシア軍がトロイアに後悔できたのは、テーレポスが案内したおかげだとされる。かつてテゲアーの王、アレオスは、デルポイで神託を授かったとき、自分の息子たちが娘アウゲーの産んだ子供に、殺されると告げられた。このためアレオスは、アウゲーを、アテーナーアレア神殿の女神官とし、アウゲーに、もし男と通じたら殺すと言った。 ところが、英雄ヘイラクレースがテゲアーにやってきたとき、アレオスは、アテーナーの神殿で、ヘイラクレースをもてなしたが、酒に酔ったヘイラクレースは、アウゲーに欲上して犯してしまい、アウゲーはこう見ごもった。後に、アウゲーは密かにこう出産し、神殿内に隠した。しかしこの行為が、アテーナーの怒りに触れ、テゲアーは、薬病が流行した。あるいは飢饉に見舞われたとも言われる。 アレオスが、神託に原因を尋ねると、神殿内に原因があると告げられた。そこで、アテーナーの神殿を調べると、アウゲーの産んだ赤子が見つかった。アレオスは赤子をパルテニオンさんに捨て、アウゲーを罰するためにナウプリオスに引き渡した。しかしナウプリオスは、アウゲーをミューシアの王、テウトラースに与え、テウトラースは彼女を妻とした。一方、赤子は、 神の意志によって、メジカに養われ、牧人に発見されて育てられた。その際、赤子はメジカにちなんでテイレポスと名付けられた。その他にもテイレポスの誕生には、多くの別伝がある。ヒュギーヌスによると、アウゲーは密かにパルテニオンさんで幸運で捨てた。アウゲーは、さらに父を恐れて、ミューシアのテウトラーンス王のもとに逃げ、 テウトラースは彼女を自分の娘とした。同じ頃、アルカディアの女戦士アタランテイも自分の子をパルテニオンさんに捨てた。そこで、牧人たちは子供たちを見つけ、アウゲーの子を目近にちなんでテーレポスと名付け、アタランテイの子は彼女が実際は諸女ではなかったことにちなんでパルテノバイオスと名付けて育てた。アルキダマースによるとアレオスは アウゲーが妊娠しているのを見つけ、海で溺死させるべくナウプリオスに引き渡した。しかしパルテニオン山を通った時、アウゲーが赤子を出産し、それを見た、ナウプリオスは二人をミューシアのテウトラー,ース王のところに連れて行ったという。さらにシケリアのディオドロースによれば、アウゲーは、ナウプリオスともに、パルテニオン山を通った時に密かに幸運で捨てたと、いい、アウゲーは、 テウトラース王のところに連れて行かれた。一方の赤子は目近に養われているのを牧人に発見され、牧人はコリュートス王に赤子を渡し、王によってテーレポスと名付けられて育てられたという。成長したテーレポスは母に会いたいと思い、新宅に告げられてミューシアのテウトラース王のところに行った。そこでアウゲーと再会し、またテウトラースに 後継者がいなかったので、ミューシアの王権を継いだとされる。ヒュギーヌスによれば、テーレポスがミューシアにやってきたとき、テウトラースはイーダースの軍に攻撃されていた。そこで、テウトラースは、テーレポスに、もしイーダースを追い払ってくれたら、王国と、幼女としていたアウゲーをテーレポスの母とは知らずに、妻として与えると約束した。そこで、テーレポスは、 パルテノパイオスと共にイーダースと戦って勝利し、ミューシアの王となり、テーレポスとアウゲーは、お互いが母子と知らずに結婚した。しかしアウゲーは、この結婚を受け入れておらず、アウゲーは、新婚の部屋に入った時、剣を隠し持って、テーレポスを殺そうとした。ところが部屋の中に、神の使わしたオロチが現れたため、アウゲーは驚いて、剣をオロチに向かって投げた。 アウゲーのクワダテを知ったテーレポスは彼女を殺そうとしたがアウゲーがヘ楽ラクレースに祈ったためテーレポスは彼女が自分の母であることを悟ったテーレポスはまた祖父アレオスの授かった信託通りに自分の叔父たちを殺したとも言われるアキレウスの槍によって癒されるテーレポス後にトロイアの王子パリスがスパルタの王妃ヘレネーを誘拐した時 ギリシア軍は、ミューシアをトロイアと間違えて攻撃した。そこで、テーレポスは、ギリシア軍と戦って敗走させ、ボイオーティアの武将テルサンドロスを撃った。しかしアキレウスに反撃され、退却するときに、ブドウのツルに絡まったところを、アキレウスのトネイリコの槍で太ももに深手を負わされた。一説によるとこの戦いでブドウのツルに絡まったのは、オデュッセウスであり、 それを見たテーレポスはオデュースセウスを撃とうとしたが、アキレウスは槍をテーレポスの太ももに投げつけ、深手を負わした。また別の説によると、ギリシア軍は意図的にミューシアを攻撃したとされる。そこで、ギリシア軍に参加していたトレーポレモスは、テーレポスと同じヘイラクレースの子だったので、密かにテーレポスにギリシア軍の攻撃を知らせた。そこで、テーレポスは、 国中から兵を集めて、大軍団を組織し、ギリシア軍と戦った。しかし彼と共に出陣した妻のヒエラーは、ニーレウスに撃たれ、また、テーレポスもプローテシラーオスに盾を奪われたために、アキレウスによって、深手を負わされたという。テーレポスは、ギリシア軍との戦いの後、どうしても太ももの傷が癒えず、ひどい痛みに苦しめられたため、 神託に傷を癒す方法を尋ねた。すると、アポロオンは傷をつけたものの槍によって癒されると告げた。そこで、テーレポスは密かに、ギリシアに渡り、小記に変装して、トロイアを攻撃すべく再集結している、ギリシア軍の中に潜り込んだ。そしてクリュータイムネイストラーに助言されて幼い、オレステースを人質に取り、傷を癒すことを要求した。 しかし、ギリシア軍は、テーレポスの案内がなければ、トロイアに、後悔できないと信託で告げられていたので、喜んでテーレポスの要求に同意した。そこで、アキレウスが、槍の穂先から錆を取ると、テーレポスの傷は言え、テーレポスは、ギリシア軍に、トロイアへの功労を教えた。ギリシア軍は、テーレポスに、自分たちと共に戦うことを求めたが、テーレポスは妻が、 プリアモスの姉妹アステュオ系であることを理由に断り、ギリシア軍を案内した後に、ミューシアに帰国した。その後テーレポスはトロイア戦争で戦わなかったが、その子エウリュピロスはトロイアに味方して戦い、ミーレウスや、医術の神アスクレーピオスの子、マカーオーニョを撃った。パウソニアスによると、ペルガモンの人々は、 テイレポスに従って小アジアに移住したアルカディア人であったと伝えられる。ペルガモンのアスクレーピオス神殿では、行事の初めにテーレポスの参加が唱えられたが、このエウリュピュロスはアスクレーピオスの子、マカオーンを殺したために参加は元より名を呼ぶこともはばかられたとされ、また、テーレポスを供養した者は目浴しなければ、神殿内に入ることができなかったという。 古代ギリシアの悲劇作家たちは、テーレポスの物語を題材に、多くの悲劇作品を書いたことが知られている。アイスキュロス、ソポクレース、エウリピデースはいずれもテーレポスを題材に、悲劇作品を書き、特にソポクレースは、テーレペアという三部作内し四部作の悲劇を書いた。アリストテレースは、詩学の中でテーレポスを扱った。 ミューシアの人々という作品について言及しているが、アイスキュロス、ソポクレースともに同じタイトルの作品があって、いずれを指すかはわからない。その他にもヨポーン、アガトーン、クレオポーン、モスキオーン、エンニース、アッキウス、ディーノロコス、リントーンが、テーレポスというタイトルの悲劇を書いた。これらはいずれも差一し、わずかな断片以外現存していない。 以下に挙げるのは三大悲劇詩人の作品である。ありがとうございます。